今日も一日お疲れ様です。こんばんは。わーい、いっぱい皆さんこんばんは。一日お疲れ様です。あ、星さんありがとうございます。こんばんは。今日も暑かったですね。今日は昼間にちょこっとだけ雨が降りました。今日はどんな一日でした？今日は私はついさっきメールを送ったので多分配信中に届くかなって思うんですけど、そこに今日の一日を書いたんですけど、今日はボイトレだけの一日でした。なので久しぶりにゆっくり寝ました。え、雨飲んだって言ってる方いる。どういうことですか？ダメだよ。ああ、皆さんこんばんは。今日、あ、そうだ、今日の一日話してたんだった。今日はボイトレだけだったのでゆっくり朝起きて、アサイを自分で作りました。アサイボールを作りました。アサイピューレが家に常備してあるんですよ。家族みんなアサイ大好きなので、なのでそれをミキサーにかけて、ミキサーでバナナとアサイピューレと一緒にミキサーに、あとヨーグルトだ、ギリシャヨーグルト、水がこう切ってあるヨーグルトと一緒に混ぜてアサイのドロドロのやつ作って、お皿に入れてバナナと冷凍マンゴーと冷凍ブルーベリーと、あとグラノーラ、栄養たっぷりグラノーラを入れて、砕いたナッツ入れて、蜂蜜ブシャーってかけます。それで出来上がりです。はい、今日はすごい朝ゆっくり起きたんですけど、その前日、昨日だ、昨日の朝が驚異の3時50分起きだったんです。あ、関根さんありがとうございます。昨日は3時50分起きだったので、もう眠すぎて、もう今日もその睡眠不足がすごくて、遅く起きたけど、もうその後も朝ごはん浅井作って食べて、そしたら多分食べたからか眠くなっちゃって寝て、で、すごい今日はいっぱい寝ちゃいましたけど、久しぶりに寝られたから明日からまた頑張れます。今日でボイトレ、今日はAKB 入ってから2回目のボイトレだったんですよ。まだ2回目なんですけど、だから緊張しましたけど、たくさん歌ってきたので上手になりたい、歌上手になりたいです。頑張ります。なんか歌、アイドルの方って結構高め、声が高めな方多いじゃないですか。けど今日はその先生に、ボイトレの先生に、なんか歌ったら結構低めだよねって言われました。低いのかな。わー、いっぱい、バディさんありがとうございます。ボイトレどんなことするの？ボイトレは声の出し方を教えていただいて、発声練習して、でもうちょっとこの私なんか私は喉を締め付けながら歌っちゃう癖があるみたいで、だからもうちょっと力抜いてって言っていただいて、そうやって発声の練習した後に1曲何かテーマ
の曲決めて今日は練習しました。喉を解放せよ。結構なんだろう、なんか普段から多分喉に力入りがちなんですよね私。あ、ロマンスかくれんぼ聞いて歌うまって思ったよ。え、ありがとうございます、嬉しい。あれはもう一人で皆さんの前で生歌で歌うから緊張しますね。あとロマンスかくれんぼはなんだろう、なんか最初の入りの夕暮れがなんかいつも自分ずれちゃうから、音程がずれちゃうから難しいです。あ、普段の公演は緊張しなくなってきた？そう、でもいや、すっごい緊張します。普段の公演はこの前の28日の、そうだ、このお話もしたかったので聞いてくださってありがとうございます。28日日曜日にただいま恋愛中の昼夜公演2回、1日に2回出させていただいて、2回、昼夜出演させていただくのは初めてだったので結構ドキドキしました。はい、でそれがうーん、4回目5回目の私にとって劇場4回目5回目の公演だったので、まだまだちょっと経験が少ないんですけど、なのでやっぱりこう、なんだろう、舞台に立ってオーバーチャーが流れたらすっごいドキッてします。キャー、どうしようっていつも後ろ向いて腰に手当ててどうしようどうしようって思ってます。はい、だから結構思った通りにできなくて悔しかったなってやっぱり思います。だからもっともっと緊張して頭が真っ白になっちゃうんですよね。それがなくなるようにしたいです。うん、AKB 劇場に行きたいんですけど直前まで出る人分からないですか？分かりますよ。え、もうなんか初めて来てくださるっていう方も結構お見かけしてすごい嬉しいんです。だからあの、AKB のあの公式のブログに毎回の出る人がちょっと前に発表されるので、それ見て皆さんこの応募していただくって感じなので、あ、 AKB ブログで検索って言ってくださってる方がいます。あの、私は次は発表されて、今日発表されたんですけど8月5日に出演させていただきます。ただいま恋愛中に、なのでもしお時間ご都合合う方がいらっしゃいましたら、もっともっと成長して頑張りますので見に来ていただけたら嬉しいです。19期揃うね。そうなんですよ、また19期が5人揃います。この前のその28日の公演は初日ぶりに5人が揃った時だったんですね。だから初日ぶりって考えたらびっくりですよね。あ、たくさんありがとうございます。初日ぶりなんだってびっくりしました。でも私がずっと星屑テレパスの撮影で6月とか5月6月ずっと出られていなかったので、やっとね、これからはもっともっと5人揃うの日が増えていくのかな。あ、ラボーナさんありがとうございます。
そうだそうなんですよね、あのプラスワン曲で初日を28日のお昼公演が初めての初日の、ちょっと今からあのライトを当てます。ポチッあれなんか色が、これくらいがいいかなちょっと忘れちゃった、電気つけるのちょっと明るくしました。あぶちゃんさんありがとうございまするさ調節できるのに恥ずかしい、明るさ調節してるのバレました、恥ずかしいあしゅんちさんありがとうございますえ最初真っ白すぎて笑った、えそんな真っ白でしたかそうそうだ、初日だ、初日をプラスワン曲でやらせていただいて、初日で実はあの AKB の春コンであのお披露目させていただいた時の春コン、3月の17日の春コンでやらせていただいた曲で、そこはその19期もその数少ない中でもあの参加させていただいた楽曲だったので、春コンぶりの初日だったんですよ。実は後ろでこう2階のところで踊ってて、だからこう嬉しかったです、初日ができるって聞いた時は。だしやっぱりこう初日って歌詞とかもう歌詞が本当に共感できるというか、まさに今の自分だなという感じなので、やっていると心が胸が熱くなりますねギンガムチェックの印象しかなかった、そうなんですよ、19期5人でお披露目っていうので5人で踊らせていただいたのはギンガムチェック1曲なんですけど、実は他の曲でもあの AKB48 メンバー全員でパフォーマンスさせていただいてる時にたまに端っこにいたりして、実はいたんですよね初日とあと涙はいつの日かとかもいました。キンガムチェックはもう5人だけだったから緊張しましたね。意外とダンスキレキレで驚いちゃうえ結構そうなんですよ、なんかずっと今まで自分はこうなんだろう、ダンスちっちゃい時からバレエやってきて、でダンスも部活でやってきていたので、自分はこう自分のダンスに慣れてるっていうか、でこう自分の中では得意な方だなっていう気持ちでやっていたんですけど、こう皆さんにダンスをお見せする機会がなかなかずっとなかったじゃないですか、 AKB48 に入ってから。だからこう音楽の日でこう初めて結構がっつり踊ってるところを皆さんにお見せした後に、こう皆さんにこう糸を持って踊れるんだねとか、なんかすごいかっこいいダンスするんだねとか言っていただけて、こうあ意外に思われてたんだと思って、でもすごく嬉しかったです、すごい反応いただけたのが嬉しかった。結構自分ではなんだろう、がっつり踊るのが普通だったから、確かに見たことない方からしたらなんか私ってこう運動できないとか風に見られがちなんですよだからきっとその感じでダンスもあんまりどうなんだろうって思われていたのかなって思って、でも嬉しかったです。あ意外でもない、本当ですか これは28日の川結ちゃんと奥本海里ちゃんとの MC でもうお話し
したんですけど、あの川村ゆいちゃんがこう足遅そうって言われるみたいなことを言ってて、あ、タマン来てる、え、ありがとうございます。どなたかな、あ、ヒデさんだ、ありがとうございます、嬉しいって言われるっていうのを話してて、私もそうなんですよ。私もあのずっと駅伝部と吹奏楽部に所属していて、こう吹奏楽でも駅伝部っていうのは期間限定で設立される、そのなんだろう、学校の あの長い距離が得意な人を集めて期間限定で設立されるあの部活だったので、あのなんだろう、普段やってる吹奏楽部っていうイメージがみんなからついてたので、私が走るってなったら、え、走れるのってすごい友達に言われたりして、あとあの吹奏楽部だったので、こうみんな練習の時に部活のユニフォームだったりとか、部活のなんだろう、ベンチコートとかジャージとかこういろいろ着てるのに対して、私はもうずっと学校の体操着白と紺色のズボンを履いて、いつもこうちょこんって横にいるみたいな感じだったので、なんかみんなになんか、え、走れるの、大丈夫ってすごい言われてました。あ、リアル星屑テレパスの体操着みたいな、あ、そういう感じです。なんかみんながこう結構よし走るぞみたいな感じのあの運動できそうな感じの服を着ているのに対して、私はいつも学校の体操着を着て走ってました吹奏楽部はフルートやってました。銀の横の笛のやつピロピローって吹いてましただったら肺活量多い、肺活量はあるかもしれないです。肺活量はあるんですけど、でもその走る以外の運動は本当にできないです。ボール系はもう本当に苦手で何もできないですそうなんです、伊藤桃香にだけはボールは渡すなそうなんです、もう下手くそすぎて、バレーとか、こういうバレーとかバスケとかやるたびにこう、いや、パス伊藤桃香に回さなくていいってずっと言われてました渡すなって。なんかバスケだったらボール受け取ったらあの焦って3歩以上歩いちゃうしあのパス出そうとしたら相手にパス出しちゃったりとかクソです、とっても。あと卓球もすっごい下手くそで、卓球ってこうバンバンしてこうやるじゃないですか、やるんですけど、それがなんかできなくてバドミントンみたいになっちゃいます、卓球が運動といえばオリンピック、バスケ以外なんか見た？え、何見たかな？オリンピックはこの前ちらっと水泳やってるの見ましたでもちゃんと見れてないですね、まだ。あ、そうだ、体操男子も見ました、すごかったです。あ、スケボーもさっきチラッと見ましたさっきあ、ピッコロも吹ける、ピッコロも吹けます。ピッコロはフルートのちっちゃいバージョンのもっと高い音が出る横笛なんですけど、
それもフルートと一緒にやってました。持ち替えでピッコロ吹いて、ピッコロの出番なくなったらフルート吹いてってやってました。え、いつか皆さんの前でフルート吹いてみたいです。機会があれば。クラリネットは吹ける？クラリネット吹けないです。あのそれこそ吹奏楽部でお友達がやってたので一回吹いたことあるんですけど、リードっていうやつ使うじゃないですか。あのなんか吹く口がもう全然フルートと違うから吹けなかったです。お、明日は8時からバレエがあるんですね。見たい。マイフルート持ってるの？持ってます。小6の時に自分で買いました。口笛でいいよ。口笛できないです。あ、フラワーさんありがとうございます。え、今度フルマラソン走るよ。すごい、フルマラソン。フルマラソンはちょっと走ってみたいなっていうこう野望はあるんですけど、やっぱり実際ってなるとかなりですよね。かなりの大変さ。え、本気で口笛したでしょ。え、これ本当にやろうって頑張ってるんですけどできないんですよ。お、出遅れました。こんにちは。こんばんは。だえ、ちょっと聞こえた。え、ちょっと聞こえました。できないです。あ、バグパイプやってみたい。え、バグパイプすごい音大好きです。私あのケルト音楽がすごい好きで、あの高校生の時通学中いつもケルト音楽のプレイリスト自分で作って聞いてました。え、東京マラソン走ったことあるよ。すごい、すごいです。あ、撮影クランクアップしたの？そうなんですよ。あの星屑テレパスの撮影はもうクランクアップしました。こうやってこうなんだろう、皆さんにクランクアップしましたよってこうちゃんと言ったことなかったですよね。なのでずっと言おう言おうって思ってたんですけど、クランクアップしました。皆さんすごい撮影中とかも応援してくださってありがとうございます。あー、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、もう全部撮り終わったので、あとは放送されるのをこう私も放送で初めて皆さんと一緒に見るので、皆さんと一緒に毎話楽しみにして見てます。あとは見るのみです。今日も深夜0時半から星屑テレパス放送されますので、ぜひ明日が早くないよっていう方はぜひ見てください。6話ですね。もう6話なんですよね。あ、40分からだ。すいません、間違えちゃった。40分から、0時40分からです。星屑テレパスはありがとうございます、教えてくださって。私は今日は明日がちょっと早いからリアタイするか迷い中です。お風呂入って時間が思ったより経っちゃってたら
ちょっと待ってみようかなって思うんですけど見れなかったら明日の朝見ようと思います。あのちゃん、あのちゃんのでんでん電波さん、あのちゃんさんのでんでん電波さんもう、あ、いっぱい、あ、のじさんありがとうございます。ロゴさんもありがとうございます。でんでん電波さん見てくださいましたか。あ、小話披露してたね。そうなんです、あの令和の神セブンを決めるということで。あ、バディさんもありがとうございます。令和の神セブンを決めるということで、こう星屑テレパス選抜の先輩方と共に一緒に出させていただいたんですけど、すごい恥ずかしいかも。え、ミラーボールもありがとうございます。あの皆さんすごい特技、令和の神セブンを決めるっていう企画で皆さん特技を披露されてたんですけど、私はそこで落語をやらせていただいたんですけどオチ書いてくださってる方がいる嬉しい。なんかあのやっぱり粗品さん、佐々木さん、あの猫の佐々木がすっごい笑ってくださって、もうそれがすごく嬉しかったです。落語やってよかったって思ってます。でもあんまりなんだろう上手にできなかったから、もうちょっと練習しておきます。自分で考えたの？いや、元となるネタはあって、でもなんだろう、そのまんまでやりすぎたらこうなんだろう、落語落語しすぎちゃうかなって思って、ちょこっとだけ言葉遣いとかを自分なりに変えたりはしました。でもネタはあります。はい、あ、そうなんです、橋本恵里子さんの坊ちゃんのブリッジあれすごい面白かったですえ、ゴゴモンズで鬼丸さんが坊ちゃんの、え、嘘、本当ですか。え、嬉しい。え、ゴゴモンズ私もたまに聞いてたけど聞き逃した。え、嬉しいあとあの個人的にすごいあのツボだったのが、工藤さんのもずく食べる、もずくわんこそば、わんこもずくがあの1個目でむせてたのがすごい面白かったですえ、面白かったですよね。あ、そうだ、あと山崎さんの、そうです、爪楊枝チャレンジもなかなかって書いてる方いる。爪楊枝も、え、やっぱり山崎さんまつげがすごい長いから、あんなに爪楊枝乗るなんて思いませんでした。すごかったです。ワンコムズクのできそう？いや、私も絶対絶対できないです。もずく自体がちょっと苦手です。でも酸っぱいものは大好きです。レモンとかだったら、平田さんがレモン丸かじりしてたじゃないですか。あれもでもすごかったですね。自分もレモン結構好きなんですけど自分もレモン結構好きなんですけど、皮ごと一気に美味しそうに食べられてたから、甘いレモンなのではないかって思いました。びっくりしました。すごい、皮ごとすごいですよね。あ、タワー来た。あー、
なたかな。あ、たくさんもあやりゅうパパさんもありがとうございます。タワー、あ、ラボナさんもありがとうございます。あ、ゆうとめがくさんもありがとうございます。うん、どれだ。あ、のじさんもありがとうございます。嬉しい。ももちゃんはワンコ何ならいけそうかな。なんだろう、でもおそば好きなんですよ私。だからもう王道にワンコそばだったら結構スルスルいけるのではないかなって思います。でもなんだろう、大食い自体ができないかもしれないです。なんか結構私よく食べるんですけど、すごい時間かけて食べるんですね。誰よりも食べるの遅くて、ゆっくりでもめっちゃ食べるみたいなタイプなので、ワンコになっちゃうとどんどん食べなきゃいけないからちょっときついかも。スピード勝負ですもんね。あ、土曜日の大阪ツアーは仙台と瀬戸利変わるの？変わります。ユニットが変わりますね。だからぜひお楽しみに。楽しみ楽しみ。今もうデッサン練習中なんですけど、これ本当に私本当にやりたかった曲なんです、実を言うと。なので本当にテンション上がりすぎて、でも本当にテンションがこうやって上がってしまうくらいにもう嬉しい楽曲なんですよ。だから楽しみ、見ていただきたいです。お時間がある方は大阪のも大阪公演もスカパーさんにて無料配信がございますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。え、ハードル上がった、やばい、やばった、ハードル上げちゃった。やばい。もう自分でいつもハードル上げちゃう。いつもなんかしたら楽しみすぎてすごい面白いですよとか皆さんに伝えちゃうんですよ。やる放送される前から。ダメですね、ハードル上げちゃったら驚きが少なくなっちゃいますから。今日の髪型かわいい、ありがとうございます。今日はお団子でもお団子にしたんですけど、うまくできなくって、ちょっと妹に手伝ってもらいました。あ、配信見ました、ありがとうございます。ツアーの後お話し会ですね。そうですね、またお話し会は久しぶりなのでとっても楽しみです。8月10日のお話し会はツインテールをする予定です。楽しみにしててくださいね。あ、ぶっちゃんさんありがとうございます。ボナブーマティブー。うん、初見の方がたくさんいらっしゃる、嬉しい、ありがとうございます。あ、伊藤もちゃん福岡握手会どうだった？すごく楽しかったです。私福岡に行くこと自体が初めてだったんですよ。なのでまず福岡に行けたっていうのが嬉しかったです。あ、そうだ、ちょっとすいません、これお伝えしたいことがあって、8月10日ワンピースデーの何でしたっけ、アニメのシーン、いいところ、いいアニメのシーン投票してくださったところを紹介するブースに出演させていただくことが決まったんですけど、ちゃんとお話し会も予定通り参加させていただきますので、ご心配なく、ちゃんと皆さんとおしゃべりするの楽しみにしてますので。アシーさんありがとうございます、楽しみにしててください。
あれで何の話してましたっけ。あ、福岡ありがとうございます。あ、ミラーボールもありがとうございます。福岡の握手会は福岡に行くのがまず初めてだったのでワクワクしたのと、あ、お腹鳴っちゃった、聞こえたかな、恥ずかしい。あの、それがそもそも嬉しかったっていうのと、あと、あの、やっぱり福岡でこう先輩方と一緒にやらせていただくので、こう初めてお会いする方がたくさんいらっしゃったから、こう嬉しかったですね。初めての出会いをたくさん。お腹の音聞こえてて恥ずかしい。明太子美味しかったかな。明太子すごい美味しかったです。明太子の下に味付け海苔が敷き詰められてて、それがまた美味しかったですね。あとお土産でこれを買いました。あ、虹だ、バディさんありがとうございます。これあまおういちごのポッキー。もうお土産残ってないんじゃない、間違いないです、残ってないです。あの、いろいろ買ったんですよ、クロワッサンとか三日月のクロワッサンとかいろいろ買ったんですけど、このこれも箱だけ。今日ラスト1本を私が食べ終えました。めんべいあげようか。あー、めんべいも買ってきたんですよ、いっぱい。なのに食べ終わっちゃいました。買ったっちゃ。博多弁買ったっちゃ。お土産食べちゃったんです、家族とみんなで食べちゃいました。通りもんも買いました。通りもんはなんかちっちゃい頃に食べたことあったみたいなんですけど、私覚えてなくて、こう物心ついてから食べるのは初めて、自分の記憶の中では初めてだったんですけど、すごいもちもちしてて美味しかったです。最近だよね、物心ついて。いや、ちょっとやめてください、最近じゃないですよ。鳥も美味しいです、もっと買えばよかったって。うん、あ、今日は配信は1時間なので半までやらせていただこうかなって思います。すみません、伝え忘れてました。星侍さんありがとうございます。飛行機の離着陸は平気な人？飛行機の離着陸は大好きです。もう飛行機に乗ったらその離着陸が一番好きなポイントです。ふわってするのと、ふわってしてその地上から離れたって分かる瞬間がすごい好きです。あの、飛行機の前の座席の背中に画面くっついてるじゃないですか。そこの、あの、そこで結構アニメとかいろいろ見れると思うんですけど、そこであのライブカメラ、その飛行機の下とか、なんだろう、タイヤの近辺にくっついてるライブカメラみたいの見られるんですけど、それでこう出発する瞬間と着いた瞬間をずっと見てました。ライブカメラにして浮かんだって見てました。耳キーンってならない？なります。なるけどツバ飲んで。酔わないですか？
酔わないですね。なんか私小学生の頃すっごいなんか乗り物酔いひどかったんですけど、いつの間にかなくなっちゃいました。強くなりました。でも多分バスとか高速バスとかはちょっと酔っちゃうかもしれないです。次はロケットで行く。ロケット宇宙まで行っちゃうでも秋内ゆうちゃんはいつかロケットに乗って自分の星に帰らないといけないので、いつかは乗らないとですね。星に帰らないと。その通りです。故郷に今日の録画も楽しみですね。あ、ルミさんありがとうございます。今日の録画は予告でちょっと見えたと思うんですけど、愛ちゃんさん演じる海かと、おていさん演じる K ちゃんが結構メインの回になるんじゃないかなって思ってます。私はその撮影してた時に、もうお二人が撮影してた時に現場にいなかったので、どんな風になシーンになってるのかなってすごい楽しみです。皆さんと同じ気持ちで一視聴者としてすごく楽しみです6話はおでこパシあるかな、あるかな、あるかな。あ、ありがとうございます星田村さん。あのでも前は1回はおでこパシのシーンが絶対にあるんですよ。前回だったかな、あのできなかったところできなかったんですけど、あれも一応おでこパシのシーンなので絶対1回はあります、そのおでこパシシーンが。前回はいいんでした、悲しい。あ、そうだ、ローシさんと一緒に配信するのって。そうなんです、配信させていただくんですけど、もうドキドキです。なんか私も毎回実は見させていただいてるので、なんかそこに出ちゃっていいんですかという気持ちでございます。嬉しい。でも上手におしゃべりできるかな あのテンションについていけそう。ついてきます、任せてください。テンションにはついていけるですけど、なんか面白いこと言えないかも頑張りますすごい楽しみです。おでこパシー、ローシさんにおでこパシーしてみてください奥間ラスコ先生。一回だけ撮影に来てくださったことがあって、そこで少しお話しさせていただいたきりなので緊張しますでもすごい、なんだろう、毎回のドラマ見てくださって、こう配信もしてくださって、こう温かい言葉をかけてくださるから、もう本当にありがたいですね。嬉しいですし、そしてなんとして面白い、なんと言っても面白いうん、あ、そうなんです。クランクアップした時にも大熊ラスコ先生が素敵な色紙を書いてくださって、あ、お、タワーありがとうございます。どの方だろう。あ、ぶっちゃんさんだ、ありがとうございます、ありがとうございます。色紙を書いてくださってすっごいもう嬉しくて、今横に飾ってあるんですけど、これはまたいつか
出せる時になったら皆さんにお見せしますね。今はちょっと、あ、まるみさんだ、ありがとうございます。はい、うん、そうなんです。クランクアップしたってしっかりと皆さんにお伝えできていなかったので、もうクランクアップさせていただいてます。あ、ピーターさんありがとうございます。ロケットの雑学聞くと食いつくよ。ロケットは、あの、実はロケットも、ロケットに関しても、あのドラマにの撮影に入る前にしっかりとロケット講習というものを受けさせていただいて、モデルロケットの作り方を一から学びましたね。あの、中にこのパーツを入れるよとか、こういう風に接着したら取れやすくなるよとか学びました。しっかりと、あ、4級取ってるの、しっかりと、そうです、4級取れる、取ってはいないんですけど取れる授業を受けました。ワディング、ワディング、そうなんですよ。あの、山崎さんのセリフがもう、あの、もう瞬きちゃん自体がすごいロケット大好きな子なので、機械系が大好きな子なので、もうすごい専門用語が多いから大変そうでした。でも学んだおかげで、このこれがこうとか、なんだろう、全くわけわからない単語が出てくるわけじゃないので、私もああそうなんだなってこう聞きながら思ってましたね。でもすごい山崎さん大変そうでした。でもやっぱり完璧に覚えてきていらっしゃったので、すごいなって思います。あ、そうです、あの、私が作ったロケット、その授業で作ったモデルロケットも黒とオレンジのロケット、公式の X に上がってた気がします。なんか、あの、出来上がった後にシールですごいデコレーション自分でしたんですけど、私がこうどこに貼ろうかなって悩んでる間に、横で大森さんが、あの、台紙の上にあるシールをためらいなくベタベタと貼り付けてて、全てを貼り付けてて、すごい可愛かったです。面白かった。あ、エンディングのまたたきちゃんとゆうちゃんのおでこパシー好き。え、私も好きです。あそこちょっとまたたきちゃんに嫌がられてるんですよ。こうやってやられてるんです。でもためらいなく行きました。なんかそういう細かいところとか、あとエンディングの本読んでて、海香が私の横で寝てるところ、もう私の本逆さまなんですけど、あれはゆうちゃんだからなんですよ。そういう結構細かいところでも、そのドラマの中でもですし、エンディングとかでもこうゆうちゃんのキャラクターが散りばめられているので、ぜひぜひこうじっくりと見ていただきたいなって思います。まただきちゃんはツンデレ、ツンデレですよね。だからエンディングで、あの、私ゆうちゃんからのおでこパシ嫌がってるんですけど、本当は嬉しいんですよ。
逆さにうちわ作る逆さまのうちわあったら絶対私のだって分かっちゃいますえ、まただきちゃんのエプロン可愛かった、可愛かった、めちゃめちゃ可愛かったです。ライオンさんのエプロン、伊藤もちゃんとゆうちゃんの共通部分ありますか。共通部分はまずコミュニケーションが大好きなところ、なんか基本おしゃべりするのが大好きで、結構海かとかにもずんずん寄っていくじゃないですか、ゆうは。そういうところは私と似てるかなって思います。あとなんかゆうの大胆なところは宇宙人ゆえかもしれないんですけど、結構私も大胆でして、決断する時とかは結構早いんですよ。大きい決断もやるって決めたらもうボンってやるんですよ。なのでそういうところは似てるんじゃないかなって思います。逆に違うのがゆうちゃんってめちゃめちゃ繊細なんですよ。実はすっごい空気読む子で、そこがこう私もこう思ってたよりこう見た目よりも気にしてることは多いんですけど、ゆうちゃんの繊細さには勝てないなって思いますそこが違うところです。なのでこうゆうちゃんの優しい、こう大胆でこうガンガン引っ張っていくキャラだと結構なんだろう、強引に見えがちだったりとか、こうちょっと浮いてる感じに見えがちだと思うんですけど、それがないようにゆうちゃんの繊細さをすごく意識して演じるのを頑張りました。うん、これからここからもっともっとねゆうちゃんは活躍していくので楽しみにしててください。一度でいいからあの衣装で握手会してほしい。私もしたいです。あのピンクのカーディガンにゆうちゃんの髪型で皆さんの前にいつかは登場したいけどあの髪型自分じゃできないんですよ。三つ編みしてぐるぐるってやんないといけないから難しい。あの服に似たのもないかな。うーん、あの服着たいですよね。ピンクのカーディガン、いやセーラー服だったらお家にあるんですけど、なんかあの色のセーラー服ってなると難しい。いつかしたいです。でもそう、あ、研究生だよね。そうなんですよ、研究生だからこそその髪型もできなくてがね、いつかいつかはいつかできたらぜひあのカーディガンあ、やばい、もう5分、あと5分になっちゃった。消えちゃったかな。あ、大丈夫か。はい、あの最後に皆さんに感謝をお伝えしたいと思ってて、いつも握手会のこととかもこととか、あと劇場のこととかいっぱい、あといろいろ私が出演させていただいたものとかすごいこう見てくださって、あの感想とかいろんなことを私のリプに送ってくださったりツイートしてくださったりとか、いつもありがとうございます。あとメールの返信も温かい言葉をくださって本当に嬉しいです。え、止まった、大丈夫かな。あ、大丈夫か。本当にありがとうございます。もういつも全て本当に全て見てます。でそれで元気いただいて
それで明日も頑張ろうっていつも思えてます。ありがとうございます。今は修行の身ですね。そうです、今は研究生なので先輩方の背中を追いかけて頑張ります。うん、メール面白い、ありがとうございます。あ、でもなんかそのすごいありがたいんですけど、その無理して送ろうとか思わなくて大丈夫ですからね。自分のこと見ていただけてるだけですごく嬉しいです。ありがたい。じゃあそろそろランキングを読ませていただこうかなって思います。じゃあ行きまーす、行きます。では第13位、しゅんちさん、しゅんちさんありがとうございます。では第12位、 C さん、ももちゃんの笑顔大好き、ありがとうございます、嬉しい。では第11位、ロゴさん、ロゴさんありがとうございます。では第10位、星侍さん、ありがとうございます。はい、では第9位、ピーターさん、10日が待ち遠しい、嬉しい、私も待ち遠しいです、ありがとうございます。はい、では第8位、たくさん、たくさんありがとうございます。では第7位、まことのすけさん、ありがとうございます。では第6位、ラボーナさん、ラボーナさんありがとうございます。はい、では第5位、バディさん、バディさんありがとうございます、嬉しい。では第4位、キタロウさん、キタロウさんありがとうございます、なんかアイコンかわいい。では第3位、48坂道隊ヒデさん、あ、おも倒し、嬉しい、ありがとうございます。では第2位、チュルルッテン、ぶっちゃん、ぶっちゃんありがとうございます、嬉しい。では第1位、チュルルルッテン、シホピちゃんありがとう、パワーください、パワー、パワー、あれなんか違くなっちゃった。ありがとうございます、嬉しい。皆さん今日も夜遅いのにありがとうございます。はい、これからもずっとそばにいてください。私も皆さんのすぐそばにいます。やばい、筋肉になっちゃった。ありがとうございます。じゃあまたすぐに配信できるようにしますね。じゃあありがとうございます、一緒に頑張っていきましょう。ありがとう、大好きです、ありがとうございます、おやすみなさい、ゆっくり休んでくださいね、ありがとうございました。